そうですね、まあ、トラッドロックシリーズというのはですね、6枚タイトルなんですけども、まあ、結局僕が一番子供の頃に影響を受けたギタリストは3人まず入ってます。それがその、伝説のグループヤドバーズのギタリストであったエリック・クラプトン、そして、ジフ・ベック、そしてそのシー・セッペリンを結成する、ジミー・ペイジ、この3人はその6人の中に、確実に入ってまいりました。さて、今日はこのジェフ・ベックなんですけども、ジェフ・ベックっていうのはまあ子供の時代エリック・クラプトンにかなり入り込んでいた中でですね、ジェフ・ベックはアルバムは持ってなくてですね、シングル版何枚か持ってましてですね、すごく気に入った曲があって、それはプリンスっていう曲なんですよ。とかボーカーでですね、まあ、第1期ジェフ・ベックグループとでも言うんでしょうかね、本当にロッドのデビューですよね、まあ、その後ロッドはまあフェイセスだったり、まあ、ソロでも有名になっていくんですけども、まあ、ジェフ・ベックグループのボーカリストといる時代で、それのギターソロを聴いた時に、これはまた、まあ、クラプトンとは違って、要するに俗に言うトリッキーなフレーズがあったんですね。例えばそういうこういう早弾きなんですけども、こういうのはできてねえのこれとか、こういうのはクラプトンにはない奏法で、でもよく考えてみると過去に子供の頃にベンチャーズなんかにはあった、あのこういうフィンガリングの奏法であるんですけども、そういうものをやってるこう、うん、この人はこの人はブルースではないとこから来てるなとか思いながら、だんだんそのアルバムを買っていったりしていってですね、でどん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 入り込んでいくんですけども、まあ、ジェフ・ベックに至ってはそうですね、現在でもまだワールドツアーやってますし、もう相変わらずそのギターのテクニックを追求、現在でもしてる、本当現役のロックギタリストとしてですね、私はですね尊敬しております。まあジェフとのエピソードというのは、まあ、実はいつだったっけな、90年代の終わりだったか、ロンドンにいる時にですね、レコーディングで、まあホーユーの友達のドラムのジム・コープリーと、ジェフ・ベックの、もうお家に遊びに行こうということで、家っていう感じだったんですけど、なんか暇してるんでジェフのうちの中のスタジオでセッションしたいって言ってるんで、じゃあ行こうよっつって、遊びに行ってですね、まあ丸一日、寝食を忘れてですね、まあほとんど僕はベースを弾いてたんですけども、ジムがドラムを叩いて、ジェフ・ベックとですね丸一日、夜中になるまでですね、セッションしたのが、忘れられません。本当にこの距離目の前でジェフ・ベックは弾いててですね、それでも何やってるかよく分かんないっていうような変わった奏法の人ですねまあ、本当に60年代からこの2020年にまでエレキギターっていうものの奏法をですね、やっぱり進化させているのは、ひょっとしたらもうジェフしか現役ではいないんじゃないかなと思います。毎回今に至ってもライブ見に行って、びっくりされます。何にびっくりさせられるかっていうと、やっぱり何でしょうね、本当に、練習してる人なんじゃないかな。練習っていうのはどういうことかって、やっぱりエレキギターで何かもっと表現できることがあるんじゃないかって思ってやってる人で、まあそう思って、その僕が初めて聞いたこの60年代の時代からですね、今に至る前の、ジェフの、ギターを聴いてるとですね、基本はやっぱトリッキーなんですよ。まあ、彼の場合はクラプトンと違って歌わないんで、まあ、そのギターで表現できることを追求してる、人とはいえですね、やっぱりこうヤドバーズからずっと現在に至るまで本当にバンドの作り方が面白いっていうか、で、まあ、今回は今日お見せするところはですね、まあ、その第2期ジェフ・ベックグループという時代の、僕がちょうど高校とか20歳になるぐらいの時にアマチュアでバンドやってる頃によくコピーして演奏したところなので、この辺を中心にですね選曲3曲してみました。まあ
ジェフベックみたいに弾いてるわけじゃないんですけども、チャーナリのですね、ジェフのですね解釈みたいなのは映像で楽しめるんじゃないかと思います。ぜひ、楽しんでご覧になってください。Every time you're